この番組では皆さんの人生や生活の役に立つ本を紹介しています。音声だけですので耳だけ貸してください。今回紹介する本は日野原重明氏による生きていくあなたへ105歳どうしても残したかった言葉という本です。この本を読んで印象に残った部分を紹介します。それでは始めていきます。この本は読んでくださる一人一人、私とあなたとの対話の一冊です。僕はそう遠くない未来に自分が死ぬという事実をとても恐ろしいことだと感じています。あなたに聞かれただけでも足がすくむような思いがします。僕は医者ですから、自分の体が病によって弱っていること、その時が近づいてきている現実も感じます。ただ死ぬのが嫌だから生まれてこないという人はいないように、人間は生まれた瞬間から死ぬことが決まっています。死と生は切り離すことのできない一続きのもの、いや同じものなのです。どうか僕に残されたこのかけがえのない時間を無駄にせず、与えられた使命を全うできますようにと毎日祈りながら暮らしています。次、僕自身も死そのものは怖いのですが、そこで人生のすべてが終わるという感覚よりも新しいものが始まる予感の中にいます。多くの人の死を経験し、そしてその時が自分にも確実に迫ってきている、この年になって持つことのできた感覚です。命とは目には見えないけれど確かに存在するエネルギー体のようなものです。次、ありのままに生きるということは、飾ることなく人からの評価に左右されることなく、自分に与えられた能力環境を自分がやるべきことのために使うという難しいようでシンプルな働きなのです。もう一つ大切なことがあります。無理をしない、あるがままでいるということだと思います。ありのままでいられない時というのは、こうありたいという理想の自分や、こうあってほしいと願う環境と現実との間に差が生じ、悩んでいるという場合が多いのではないでしょうか。次、大切な人と接するときに僕が意識しているのは、相手によってではなく常に自分自身の手で心を柔らかい状態にしておくということです。人間とは弱いものです。別れというのは本当に悲しいものですね。それでも別れるべきその日が来たならば、ただ悲しさを感じて終わりにするのではなく、別れが教えてくれる出会いの意味に目を向けてみてほしいのです。別れとは出会いの中にあり、悲しく静かに僕たちが出会った本当の意味を再確認させてくれるものだからです。たくさんの別れを経て感動の正体を探し続けた今、僕は改めてそう感じているのです。次、正直に言えば、友達がたくさんいればいいというものではないと思っているのです。たった一人でも真の友と呼べる人がいれば、僕の心は満たされるからです。では本当の友達とは一体どんな存在なのでしょうか。僕にとっては僕のために祈ってくれる人です。誰かのために祈る行為とは、相手を自分のことのように思うということです。次、愛とは人間の生きる目的すべてだと思います。僕はクリスチャンですが、聖書に神は愛ですとあります。愛が神様そのものなのです。愛を求めるということは、神を求めるということに他なりません。
相手を許すことが自分を許すということに他なりません。だから許すのは相手のためではなく自分のためにする行為なのです。許せない心を持ち続けるのはしんどいことです。だから許すことで私たちは楽になれるのです。次、苦手な相手と向き合ったおかげで発見できることがあるのです。そんな時僕は自分にこう言うのです。100年以上付き合っている自分自身のことでさえわからないのだから、この人が僕のことをわからないのは当然ではないかと。そう考えると心も楽になりますし、じゃあもっと僕のことを理解してもらうためにはどうしたらいいんだろうかと考え始めて、相手を受け入れる心持ちになっていく。向き合ったおかげで新たに発見できることがあるのです。苦手な相手を避けることで知らなかった自分に出会えるせっかくの機会を逃してしまうのはもったいないんですよね。夜が暗ければ暗いほど朝の光が眩しい。冬が寒いほど春の優しさが身に染みます。人生には辛く悲しい出来事や思い通りにならないことがたくさんあります。むしろその方が多いかもしれません。泣きたくなったそんな時はその気持ちに素直になって思う存分泣くことが大切なのです。泣いて泣いて自分の中の悲しみや悔しさと向き合えば、その先には必ず本当の良き訪れが待っています。本気で泣いた経験のある人はまた人の痛みを知ることができます。傷ついている人にただ寄り添ったり、励ましの言葉をかけたり、そんな慈愛の心が育まれているのです。人に優しくできる人はきっと人からも優しくされるでしょう。次、同慈愛の人にはすぐにわからなくても真に価値のあるもの、つまり真に美しいものに時代は必ず追いついてきます。歴史の評価に耐えうる強さがあるからです。本物というのは僕は限りのないもの、区切りのないものだと思っています。だから一時の流行り廃りには影響されず、永遠のメッセージを発し続けられるのです。聖書の言葉もまさにそのようなものでしょう。次、子供は今はまだ小さくて何もできないように思えるかもしれません。しかし子供に与えられた潜在的な能力は宇宙のように計り知れないものなのです。その子供だからこそ神様が与えた才能があるということを信じて待つ、忍耐を必要とすることかもしれません。でもそれこそ親の持つ最大の役割なのだということを母が教えてくれたのです。次、外見の若さというのも大事ですけれど、もし僕が若々しいと言われるのだとすれば、一番の原因は常に新しい自分との出会いを大切に過ごしているからではないかと思います。過去の自分にこだわり、自分のやり方はこうだとか、自分はこういう性質だということを決めつけず過ごしています。だから毎日が自己発見の連続なのです。人間というものは苦難に遭わなければなかなか目が覚めない。人間というのは不思議なもので、苦しい時、逆境の時にこそ自分の根源と出会うことができるのです。病や苦難によって新しい自分を見つけたら、その恵みを受け取ると同時に過去の自分の皮を脱ぎ捨てましょう。常に keep on going、前に進み続けよう。若々しさの秘訣にもつながる僕の大好きな言葉です。次、偉い人とは目に見えないものをたくさん持っている人だと思います。そしてそのことで光り輝いている人、そういう人は目に見えるものを人々のために捧げることのできる人です。僕たちはお金や地位、名誉、車や宝石のような手にした時に
ある種の幸福感、満足感を与えてくれるものを求めて暮らしているものです。ただそういうものは、なくなる時には全部なくなってしまう。残念ながら、僕たちはそういうものを追いかけて生きていくものなのです。次、最後です。そもそも仕事とは一体何なのでしょうか？ライフワークという言葉がありますが、僕にとって働くというのは生きることと同義です。会社でどんな待遇なのか、どれだけ稼いでいるか、そういうことではなく、自分が生きていることをどれだけ社会に還元できるのか、もっと言えば自分に与えられた命という時間をどれだけ人のために使えるかということが働くということなのです。それは使命と言い換えていいかもしれません。特定の誰かのためでもいいし、社会のため、未来のためでもいい。利他の精神がある限り、人間にとって仕事に終わりはないのでしょう。自分の使命と向き合い続けることで、自然と生きることと働くことが一体化していく、そんな状態こそ理想の現役像と言えるのではないでしょうか。以上です。いかがだったでしょうか。一つでも二つでも皆さんにとって学びになれば幸いです。それでは本日は以上になります。ありがとうございました。またお会いしましょう。ディスクでした。